あーうーん全社に合わせて加速合流してしまう全社合流して入る場所 うん、まあ、2台分開けててくれたらもう入っちゃった方がいいよね。うん、だからついて行きすぎちゃったんじゃないかな。だから多分さ、かこういう状態で合流しようとした、合流しようとしたってことでね、合流でしょ。だからこの車はこう行ってるときにこういう感じでついてってる状況なんで、これがここに、 入るけど、もうここにいるから、こいつが譲ってくれてるんで、もうこうなったら入るべきなんだけど、これはもっと早い段階の時から、こう、こうなっちゃってる状況であれば、こういっちゃうのは、やっぱマナー違反だよね。こうなってるんだったら、広くても、ここでスピードを少し落としてあげる、アクセルを離して落として、こいつの後ろに入るようにするのがやっぱマナーだよね。 いわゆるジッパー購入っていうので、1台ずつ入るようにしてあげる。だからここで、2台入ることによって、この車の減速が多くなるでしょう。この車の減速が多くなると、この後ろの車の入るのがもっと遅くなるんだよね。これが遅いから。だけど、ここに1台だけだとそんなに減速しないでしょう。そうするとここにそんなに減速しないでしょう。そうするとその後のとこに入るのも減速しないで入れるんだけど、 これが、ここの隙間の間に、2台、これが入って、空いてるところに、これが入ることによって、これがスピードを落とさなきゃいけない状況になるので、入れるつもりだったわけじゃない可能性もあるんだよね。車間をただ開けてただけっていうので、そこにこうやって入っちゃったってなると、そこからこいつはあのブレーキ踏むかアクセルオフにするでしょう。そうすると、その後ろの車は、これが落とすから、もっと落とさないと入れなくなるんで、 そうすると、その後ろの本線がもっと遅くなってくんで、渋滞するんだわ。だから、ここの入るときに、空いてても、ここで少し減速して、こいつの速度を落とさせないように、ここに入るっていうふうにしてあげるのが、一番あの渋滞を作らずに、スマートに合流をできる、合流の仕方だから、その合流、こうやって加速して、こうやってビューンと上がってくるときに、ここを接近しすぎちゃダメってことかなんだよね。 うん、そうすると、わーってなるでしょ。ではなくて、ちゃんと開けておいて、自分の中でどういう風でもシチュエーション取れるように。だから必ずこういう状況にはなる、しなきゃいけないんで、マナーとしてね。っていうことは、ここに1台入るぐらいの、こうやって、間隔を開けとかなきゃいけないで、ここの間隔が空いてて、こういう感じで入ったところに、まあ、この辺にいて、入らなきゃっていう時には、自分がこうやって加速して、ここにキュッとこうやって入るっていう風な形を取ってあげないといけないので。 だからそういうところが合流をする。最初の段階からちょっとよあの準備をしとかないといけない。前の車の動きと本線の車の動きを考えて、自分はじゃあこの車とどのぐらい開けたほうがいい。だからみんなすごく近くなっちゃうんでね。前が加速が遅いとどうしてもすごく接近しちゃう。だから僕の合流のやつ見るとさ、前かなり離れてることね。<laughs> 接近しないようにしてるんだよね。うん だからそのジッパー合流で、候補に入る必要性もあるし、引っ継ぎすぎると加速ができなくなるのですごく合流が難しくなるんで。うん。うん。だからもういい。その状態でなっちゃったら、入らないと逆に危ない。<laughs> うん あ赤い車こう。これか。えー、っと、えー、っと、こう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 行くか。<laughs> 真ん中ら辺で入っちゃったってことこの車の後ろに入ったってことこれはいいよ。別に、あの、先頭まで行かなくてもいいよ。だって、先頭まで行ったら、こうやって中途半端にこうやって行っちゃう可能性も出るでしょ。別に、あの、こう、ここに入らなきゃいけない、こういう状況だったら、手前から入っていかないとダメだ。そこは別に、あの、<laughs> 絶対先まで行けってわけじゃないから。これを、こう、よくはあの、渋滞になるのが、あの、前にもちょっと話したんだけど、手前で最初の段階でこうやって合流をしてくる人が、手前でこうやって入ってしまうことによって、ここで手前でキュッと込むじゃんね。そうするとさ、手前で入ると、後ろの慣れてる人が、こっからまくっていくんだよね、こうやって。そうすると、ここに入っちゃうんだよね、こうやって。そうすると、 ここが止まるじゃん。詰まるじゃんね。ピュッと無理に入るでしょ。そうすると、ここはいけてるけど、こいつが入るから、ここでブレーキかけるでしょ。そうすると、これもブレーキかけるでしょ。そうすると、これもブレーキかけるでしょ。これで渋滞するんだわね。だから、この、車が多くて混んでるような状況の場合っていうのは、先頭だったら、なるべく前のところに行って、自分がここに入りますよって状況を作ったときに、私はここに入りますよ。だから、手前になってくるよね。こうやって。私は、じゃあ、ここになるよ。っていうふうに手前になってくるよね。こっちの流れが悪ければ、どん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 ,どん手前になるのはしょうがない。 だけど、それが、合流してくる人間が、あー混んでる入れなくなると嫌だって言って、この辺からすぐにピュッと入ろうとすると、後ろのやつがビューンってこうやっていくでしょそうすると、この辺で入るわって言うと、もっと横着やると、ビューンってこうやって入るでしょそうすると、ここで詰まって、ここで詰まって、ここで詰まるから、この後ろはもっと詰まるってことになって、すっごく渋滞ですよね。だからもう、この前から入るっていうのは、だから、 なるべく前まで使ってくれっていうのはそういうことの理由なんだよね。だからこれが入ったらここに入るっていうのはそれは全く問題ない。自分が先頭なのにここに入るのはダメ。このぐらいまで行って。で、基本的にはまくらない。でも手前に入られるともうまくらないしょうかなくなるけどね。そこ入るなよ、お前は <laughs>。って言ってまくっていくと、この本線走ってる車も気分悪いんだ。 だからこうやって入ったところをこうやってビューンと行ってくると、こいつまくってきたってわかるんで、そうするとまくりやがってって思っちゃうんで、気分はあんまり良くなくなる。だから基本的にはちゃんと前に前に行くようにしてほしいかなと。うん。